最初のクリスマス、フランキンセンスとミルラのお話。今から2000年ほど前、乙女のまま身ごもったマリアは、夫のヨセフと共に旅をして、ベツレヘムという町に着き、馬小屋で男の子を産みました。そして、その幼子をイエスと名付けました。その夜、近隣では羊飼いたちが、羊の番をしながら野宿をしていました。すると天使が現れ、神の子が生まれたと告げたのです。羊飼いたちは馬小屋に駆けつけ、幼子イエスを見つけて拝みました。空にはひときわ明るく輝く星が現れました。その星に導かれ、遠い東の国からも3人の博士たちがやってきました。博士たちは母マリアのそばにいる幼子を見て、ひれ伏して拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、すなわちフランキンセンス、もつ薬、すなわちミルラを贈り物として捧げました。王としての富や権力を表す黄金とともに、最も価値あるものとして贈られたフランキンセンスとミルラ。古より神に捧げる勲功とされてきたフランキンセンスは、イエス・キリストの神聖さを表し、死者の埋葬に用いられてきたミルラは、やがてイエスに訪れる死と復活を象徴していたと言われています。